ニュースープラのグレードは3つ。 NA モデルの SZ にターボは豪華装備の GZ と走りに振ったこの RZ だ。注目の走りの装備ではターボ車に標準採用されたスリップコントロールシステム、通常のスロットルの手前にモーター駆動による電子制御スロットルが装着され、路面や走行状況によって絶対パワーをコントロールしてしまうという優れものだ。簡単に言うと、リアのグリップが限界付近になるとエンジンの馬力が変わってコントロールしやすくなるというもの。そしてもう一つは6速ミッションの採用。この2つの装備はハイパワー FR の走りに新しい世界を見せてくれるのか。気になるという部分では16インチタイヤの採用、先に発表した輸出仕様が17インチなだけに、タイヤのグリップ力、そしてブレーキに容量的な問題はないか。ところでリアシートはどうですか、大井くん。決して広くはない、狭いけどもセブンよりはマシ。さあニュースープラの本当の実力を徹底チェックだ。まずね、第一印象はこの 1.5 トンの車っていうイメージはないとですね、軽やかに車が動く。この辺なんかね、結構路面が荒れてるんで姿勢を乱したりとかね、から修正打を必要としたりとか、そういうの結構多いんですけど、この車は全然、まあハンドルの回し方見てれば分かると思うんですけども、変な動きが出ないですね。でね、さっきからね、チカ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 あちこちでね、スリップコントロールのランプがついてるんですけども、それが全然嫌じゃない。 ABS もたまに効いてますけども、それでも車の挙動に現れてこないですね。ワインディングの印象も上々だ。エントリーカーを紹介しよう。まずは NSX-R。 オールアルミボディの NSX をさらに軽量化し、運動性能だけを求めた車だ。サーキットだけでテスト開発されてきたと言われるだけに、まず目を引くのは真っ赤なカーボン製のフルバケットシートだ。そしてエアバッグも廃止され、モモ製のステアリングを装着。走りに必要のないものは全て取り除いてしまおうというコンセプトがありありと伺える。エンジンはよりシビアにバランスが取られ、高回転の伸びはノーマルに比べ若干上とのこと。ノーマル NSX の弱点でもあったトラクション不足を解消するために、フロントに比べてリアのバネレートを柔らかく設定し、 LSD の効きを上げることによって対処しているという。軽量化は塵も積もれば山となる方式をとって徹底的に行われている。さあこれだけ進化して170万円アップ。フルテストの結果はどう出るか。決勝戦は NSX-R 対スープラ RZ。 中谷選手にも気合が入る。ウェイトのハンデはあるが、スープラには44キロのトルクと6速という武器がある。スリップコントロールはオフ。世紀の対決に注目だ。さあスタート5秒前、3、2、1、スタート。おっと、スープラちょっとホイールスピンが多い。後半は NSX-R 速い。ぐんぐんリードしてぶっちぎりゴール。スープラは13秒後半と振るわず。